レミリアとフランの人生相談、第4回始まりました。今日はどんな質問かな？では、早速行くよ。今日も迷える子羊から、いっぱい手紙が届いてます。それでは1通目。家に帰りたくありません。妻の顔を見るのが嫌です。いきなり何言ってるのこの人。結婚した頃は良かったんですが、家に帰ると妻が延々と口をこぼします。専業主婦がいかに大変か毎日のように聞かされます。正直、そこまで専業主婦が大変とは思いません。どう思いますか？離婚すれば、お姉ちゃん5つ目だよ。もうちょっとちゃんとやってよ。ごめんね、フラン。じゃあ質問に答えるね。僕は、専業主婦って大変じゃないと思う。だって、世の中の人がそれを証明してるじゃない。働かず専業主婦になりたいって女性、たくさんいるでしょう。そういうことなのよ。そうだよね。専業主婦になりたいって人がいるってことは、フランたちがあれこれ言う前に、世の中の人が証明してるもんね。そういうこと。今後も夫婦生活続けたいなら、少しだけアドバイスするよ。なーに、お姉ちゃん。要はそのお嫁さん、あなたに認められたいから、大変ってアピールしてるのよ。何でもいいから、ありがとうって言いなさいよ。ご飯作ってくれて、ありがとう。ゴミ出ししてくれて、ありがとうってね。最初は何言ってんのこいつって反応されると思うわ。それでも続けなさい。詳しいことは言わないけど、そのうち変化が起こるわ。そのくらい簡単にできるよね。まずはお嫁さんを認めてあげなさい。そのうち、手玉に取るようにお嫁さんを操れるようになるわ。フラン知ってるよ。欲しいならまず与えるってことだよね。昔の偉い人が言ってたの。フランは物知りだな。お姉ちゃんとしてとっても嬉しい。では次のお便り行くよ。僕は今年高校生になります。親からパソコンを買ってもらえることになりました。Mac にしたいと思ってるんですが、どう思いますか？いいと思うよ。好きにしなさい。お姉ちゃんはどっち使ってるの？僕は Windows 使ってるよ。じゃあ、どうして Windows 進めないの？ Mac 買いたいって言ってるからよ。買いたいってことは、何らかの理由があるんでしょ。実際にやってみて、どうだったのかっていう経験はとても重要よ。お姉ちゃんは、どうして Windows 使ってるの？ゲームにしろ何にしろ対応してるソフトが多いからよ。Mac ユーザーは、ブートキャンプ使えば Windows インストールできるから OS2 個使えるっていうの。Windows には Mac インストールできないからね。でも、ブートキャンプ使っても動かないアプリとかゲームあるからね。そういうことだったんだ。どっち買うにしろ参考にしてね。それでは3通目いくよ。私は前回、レミリアさんに好きという思いを伝えたかったのですが、嫌われてしまいました。好きという思いを伝えると逆に嫌われるということが分かってよかったです。レミリアさんは天の弱だったんですね。ソムエーが、そんな手紙来てたわね。そこで今は、必死にレミリアさんのことを嫌いになるよう修行しています。そしてついに、レミリアさんのことが嫌いになりました。この思い届きますか？へえ、この人、僕のこと嫌いなんだ。じゃあ、僕もこの人のこと嫌い。残念。振られちゃったね。救いはないんだよ。それでは、今回はこの辺で終了。また次回も質問待ってるよ。バイバイ。